韓国での新型コロナウイルス感染者増加に伴い、韓国からの外国人に対して入国を制限、または韓国への渡航自粛を勧告する国家が増加している。28日、外交部在外国民安全課によると、この日午前6時の時点で韓国人に対して入国禁止とした国家はおよそ50角に地域となった。 韓国からの訪問者に対して、入国禁止措置を取った国家はミクロネシア連邦、モルディブ、モンゴル、ベトナム、サモア、ソロモンモロジマ、シンガポール、日本、キリバス、ツバル、フィジー、フィリピン、香港、バーレーン、サウジアラビア、ヨルダン、イラク、イスラエル、パレスチナ自治政府、 クウェート、サモア、エルサルバドル、モーリシャス、セーシェル、コモロなど25カ所。先日と比較し、新たに追加されたのはサウジアラビア、パレスチナ自治政府、コモロ。なお、韓国発の便に登場した乗客らに対する権益を強化、または隔離措置する国家も増えている。